GS ガズメタンメディア州は、ルーマニアのシビュ県、メディア州をホームタウンとする、サッカークラブ。サッカーの他に、バスケットボール部門、ボーリング部門、模型航空機部門を持つ総合スポーツクラブでもある。1945年にカレスメディア州の名前で、創設され、ルーマニア2ブリーグに加入した。1946から47シーズンに、ディヴァイナーで2位になり、 一部リーグにあたるディバイナ A に初昇格した。ディバイナ A での最初のシーズンは16チーム中12位だった。2007から08シーズンはリーガ2で2位になり、2000から01シーズン以来の一部復帰を果たした。2010から11シーズンはリーガ1で過去最高の7位になった。UEFA ヨーロッパリーグ出場圏内の6位。FC ディナモブカレストとは1ポイント差だった。 しかし、リーグ2位の FC ポリティフニカティミシュアラが、リーガ2への降格処分を受け、UEFA チャンピオンズリーグへの出場権を剥奪されたため、繰り上がりでヨーロッパリーグ出場権を獲得した。UEFA ヨーロッパリーグ2011から12には、予備予選2回戦から登場した。2回戦で、フィンランドのクオピオンパロセウラに逆転勝ちすると、3回戦では、 ドイツの1、FSV マインツレーゴに PK 戦で勝利した。プレーオフでは、オーストリアの FK アウストリアウィーンに2試合合計スコア2、2-3で敗れた。この大会が、クラブ史上初の欧州カップ選出場となった。2011から12シーズンのルーマニアカップでは、準決勝で、ディナモブカレストにアウェーゴールの差で敗れた。なし。ありがとうございます。